こんにちは、皆さん、アナンダです。今日は英語の句読点のルール、ちょっとだけ話したいと思いまして。まあ、きっかけのは、私もちろん日本語はわからないわけじゃないですか。学校行って勉強せずに、まあ、聞いて覚えた、私、日本語の場合は。なので、まあ、日本語の漢字のストロークとか、ほとんどわからないです。すいませんが。日常とかならいいんだけど、英語的には文法とかスペルや句読点、それが間違えて書いてしまう文章を読むと、すごい目立つ。書いた意図は何言おうとしてる分かってるかもしれないけど、まあ、とにかく気になるレベル下がっちゃいます。で、私、プロとして翻訳時々やるし、字幕もつけたりします。英語の字幕とか英語の文章を書くときに、カンマとかスペースとか合ってないときには、すごい私、それを見て気になります。特にうるさい人なんですよ。ちなみに私、小さい頃からスペリングコンテスト、わかりますか？なんか、単語のスペルを正確に言うとか、正確に書くは得意人でした。ある時期、まあ結構トップでしたし、小さい頃とか、今でも、もう何聞いてもいいですよ。喜んで勝負します。まあ、英語はすごいうるさい。正しくない英語の文法を見ると気になる。直したい。例えば、カンマの後にスペースがないと、わっ！って感じ。もうとにかくそれ直してから進みましょう。じゃあ、ちょっとだけ紹介的に。カンマの後に必ずスペース。一個のスペースね。一つ。ぜひ、それをルールとして。で、カンマの前にスペースは入れないでください。いらないです。単語の後にカンマくっついてスペース。まあ、それはベーシックですね。句点の後にそれも1個のスペース。昔は2つのスペース空けた時代もあった。それはなぜかというと、タイプライター、マニュアルのタイプライターカチャ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 ってやつね。それは2つ入れたりした。今はとにかくピリオドの後にそれも1つのスペース空けます。そしたら、カンマの後に、点点点入れるケースが多いです。省略、なんだっけ？省略記号、省略符号。省略ために使うというより、何か続くよっていう意味合いですね。多くのは。例えば、文章の中にドラマチックとかスタイルのために、これから続きますよ。ちょっと待って。みたいな感じで、2、3秒待ってから、後半言いますよ。みたいな使い方多いんですよ。例えば、I just don't know anymore. I just don't know anymore. まあ、それは女優とか、そのライターとか、そのチョイスでポーズ入れた場合は、点点点入れます。I just don't know anymore. まあ、それはストレート。それちなみに、このケースは、カンマ入れちゃダメ。ちょっと文法的におかしくなる。I just don't know anymore は言わない。そういうスタイルのためにポーズ入れたいなと思ったら、点点点入れても大丈夫です。長い文章を字幕とかするときには、前半と後半分けたりします。When inspiration strikes, she immediately begins writing a song. ちょっと長いので、まあ2つ分けたりする。このケースだと、前半の後に点点点つけても大丈夫です。で、その次何するって言ったら、これ面白いけど、昔、もしかしたら、その後半の前にも、点点点入れたかもしれないけど、それをしちゃうと、余計なことになります。それを見て、私、あれ？と思っちゃうのは、ダブっちゃう。後で、組み合わせするときに、When inspiration strikes, she immediately starts writing a song. それは、ワンセットの点点点なら大丈夫です。二つ入れちゃうと、六つになるじゃないですか。それおかしくなるから。もう一つは、これみんな気づいてないかもしれないけど、カンマの後に点点点も、なしで。それは×です。なぜかというと、ダブっちゃう。カンマはすでにポーズ入れることです。カンマのすぐ隣に省略記号を入れると、足す必要がない。足しちゃうと、多すぎる。さっきの例え戻ると、When inspiration strikes, カンマ、she immediately starts writing a song. それでもいいです。それは正しい文法になります。カンマの使い方は後半あります。前半後半を分けてます。この時はこうします。彼女が。なので、このケースだとカンマも大丈夫です。エリプシスも大丈夫です。両方くっついていくはもうとにかくなし。カンマと点点点、
くっついてしまうと、冗長なこと。もう、redundancy。これもポーズという意味合い。これもポーズという意味合い。もう二つ同時に使わない。おかしいので。それは気づいてない方が多いかもしれないけど、気をつけてください。どっちかに選ぶ。大きなポーズ入れたいときに、点点点入れてもいいし、カンマはそのまま入れてもいいし、そして字幕のときに続くよっていうシグナル的に前半の後に使ってもいいし、ただ使うときに前にも後ろでもつける必要はないです。まあ一回みんな忘れてるから、すごい時間経つと、じゃあもう一回点点点見せてあげようという意味だったかもしれないけど、普段はすぐ続きますよとか、もう10秒以内とか続くなら普通ありえない。うん。まあ今日はその2つのポイントだけですね。カンマの後に、そしてカンマと点点点使うときにどっちかに選ぶことにします。今日はこれまでにしましょう。いつでも質問してください。アナンダです。さよなら。